睡眠を。しゃべりや生活人の小泉です。前回から、免疫機能についてご紹介させてもらってるんですけど、前回その3つ大事な部分ですよっていうお話させてもらった、睡眠と笑顔と腸内環境の動画を前回アップさせてもらいました。で、今回はその1つ目の睡眠のところについてもうちょっと掘り下げた感じで、どういう睡眠をとったらいいのかとか、どのぐらい時間としたらとったらいいのかとかっていうところをこう詳しく掘り下げた動画を作ってみました。睡眠なんですけど、最近、ビジネス本とかビジネス書が置いてあるところとかに結構よく見かけるんですけど、スタンフォード式、最高の睡眠法だったとかっていう本が結構最近よく見かけます。すごい売れてるみたいな。ちょっと僕読んだことないんで、ちょっと内容詳しくそんなに、詳しくないんですけど、コロナウイルスの前から、睡眠大事ですよみたいなことは、結構言われてました。なんですけど、今回コロナになって、より睡眠っていうものが大事なんじゃないかなっていうところで、今回この睡眠ってところを取ってるんですけど、その3分の1なんで、8時間6時間ぐらいは寝てますよと。で、実際にそれが寝てる人たちと寝てない人たちとっていうのを比べたデータだったりとか、論文みたいなのが 論文ですね、ちゃんとした論文を何冊か僕なりに読んでみて、それをもとにちょっとご説明させてもらえたらなと思います。じゃあ寝る眠りについてなんですけど、睡眠ですね。睡眠っていうのは、聞いたことあるかもしれないですけど、レム睡眠とノンレム睡眠っていうものがあります。で、これが一応この90分間隔でこう波みたいな形でこうあると。で、レム睡眠っていうのが浅い眠りで、ノンレム睡眠っていうのは深い眠り、脳もしっかり寝てますよっていうのがノンレム睡眠で、レム睡眠っていうのは体が寝てますよっていう状態がレム睡眠なので、レム睡眠の時間帯で起きられると、浅い眠りの段階なので起きられると結構すっきりと起きれると言われているのがレム睡眠の状態ですね。なので、これを繰り返しているので、ノンレム睡眠をしっかり取れることによって、それが睡眠の質って言われているところではあると思うんですけど、ノンレム睡眠を、しっかり取れるような睡眠方法を取ることが、質のいい睡眠ということになっているんですけど、さっきも言ったように、90分間隔でこう大体こうそれがやってくると言われているので、一番最小ノンレム睡眠というのがすごく大事ですよというふうに、どの論文の先生も言ってるんですね。で、その最初の90分のノンレム睡眠を持ってくるためには、定期的なこう同じ時間帯で寝て同じ時間帯で起きるっていうのをこうルーティン化することがすごく大事っていうふうに言われています。なので、睡眠の時間も大事なんですけど、睡眠の質を上げるためにはルーティン、同じ時間帯で寝て同じ時間帯で起きるっていうふうにしてあげられると、睡眠と免疫っていうのは密接な関係にあるので、免疫力も上がりやすくて、コロナウイルスの予防にもなるんじゃないかなと思います。で、今いろいろ睡眠の話をしてるんですけど、はっきり言ったらどの論文もそうなんですけど、睡眠っていうもの自体が確立されていないらしいんですね。そのなんで眠たくなるかっていうのをまず分かっていない。その寝てる時の脳波だったりとか、いろんなところの研究どんどん進んでいるので、寝てる時はこういうふうになってますよっていうものは証明されてるんですけど、じゃあなんで寝るのかとか、なんで眠くなるのかとかっていうところ自体は解明されていない部分がすごく多いです。で、多分今このノンレム睡眠とかレム睡眠とかっていうことが、90分間隔でとかっていうのは今のところの論文で証明されてる部分なんですけど、もしかしたらこれが結構ひっくり返る可能性も全然すごくあります。よくあったのが、昔はスポーツ選手なんかは冷やすなアイシングするなって昔はもうそれはすごく定説でした。もうそれに対する論文もすごくいっぱい出てたんですけど、10年前ぐらいまでは野球の場合であれば肩冷やせと、投球した後は運動した後は冷やしなさいよ、アイシングしなさいよっていうふうにがもう証明されました。なんですけど、ここ最近は冷やすのはダメなんじゃないの、炎症反応って大事なんじゃないのっていうふうに、またこれもひっくり返りますっていうふうに、どんどんひっくり返っていって確立されていく部分があるので、睡眠に関してはかなりまだ
不明瞭な、まあ、夢を見るとかも、もうもはや分からない、わけが分からない内容でもあるらしいので、今現段階、撮ってるのが2020年の4月の11日ですかね、今日12ですね、はい、4月の12日の段階で今までの過去の論文を取って、のお話です。もしかしてこれが 2,3 年後とか、もしかしたら明日になって消えるかなとかある可能性もあります。それぐらい睡眠というところはまだこう深くて不明瞭な部分がすごく多いところでもあります。なんですけど、ここは免疫機能に関連してますよっていうところにフォーカスして、今回はちょっとこういろいろお話しさせてもらいたいなと思います。じゃあ、まあ、ウイルスのことなので、今回の、まあ、新型コロナウイルスなので、まあ、風邪も風邪ウイルスですね、まあ、総称なので、風邪の部分に関してもこう風邪薬って言われてるんですけど、あの風邪薬っていうのはもういわゆる風邪っていうものなので、だいぶこう大きな括りなんですね。なんで総合漢方薬みたいなのと同じ括りになるので、風邪薬っていうものを発明したらノーベル賞取れるでしょうって言われてるぐらい、風邪っていうものも証明されてないです。なんですけど、風邪は完全に外から入ってくるウイルスのことなので、それに対する、まあ、新型コロナウイルス、まあ、今回コロナに特化した話なので、まあ、ウイルスに関連するその睡眠との関連性ですねについて、ちょっと面白い論文がありまして、大学生ですね、大学生約7000人ぐらいに関して、まあ、年間で、風邪を何回引いたかっていうものを調査しましたと。で、その何回風邪引きましたかっていうのを調査して、で、じゃああなた1日何時間ぐらい毎日寝てますかっていうものを、まあ、毎日記入してもらったものを集めたと。で、そのデータによっていっぱい寝た人といっぱい寝てない人と、まあ、どれぐらい寝た人が風邪を引きやすい、引きにくいっていうものを名古屋大学ですね、名古屋大学が論文として発表したものなんですけど、まあ、1回も風邪をひかなかった、年間0回風邪を1回も風邪をひかなかったっていう人たちは、まとめると平均時間が6時間45分だったそうです。で、年間5回以上風邪をひいた人たちは、6時間以下の人たちは風邪を5回以上ひきましたということになるので、まあ風邪をひいたっていうことは、まあ睡眠だけじゃないかもしれないですけど、まあ、睡眠だけの後半今お話をするとあれば、まあ、6時間45分と6時間だったら45分しか1回差ないじゃんって思うと思うんですけど、これ365日かけるとすごい時間になると思います。1日45分違う、まあ、1日1時間違ったら365日と365時間なので、そうすると、まあ、1日24時間だと20日分ぐらいですかね、20日で24時間、もっと足りないですね、もっとですね、とかって結構な、年間で考えると結構な時間数です。なので、45分しか変わらないじゃんっていうふうに考えるんじゃなくて、それぐらい違うだけ年間で考えると結構な量になるっていうのが、まあ、ここで言われてます。それともう一つ面白いのが、まあ、今言ったような感じで、1回も風邪をひかなかった人たちは平均で6時間45分。で、6時間以下の人たちは5回以上引いたと言ってるんですけど、こう10時間以上1日10時間以上寝てる人たちも5回以上引いたというデータになってます。なので、いっぱい寝りゃいいっていうもんじゃなかったってことですね。睡眠取りましょうって言われてるんですけど、睡眠をいっぱい取りすぎても逆に体に良くないんじゃないかっていうふうに言われています。そこは今回の論文、他の論文を読んだりとかしても証明はなかったんですけど、この、まあ、7000人ぐらいの大学生を対象にした研究の結果では、まあ、10時間以上寝てる人は5回以上年間風邪ひいてますよということは、免疫力は下がりやすい状況であるというふうなことがここで分かるので、いっぱい寝ればいいっていうもんじゃなくて、やっぱり国の推奨している時間数が6時間から8時間ですね。この間の時間で寝れるのが一番こう体の生態リズムとしてはベストですよというふうに言われているので、まあ、大体6時間45分って結構細かいので、まあ、6時間以上、8時間未満っていうふうに考えてもらえると、一番免疫機能としては高くなりやすいのかなっていうふうに、今回の論文とか、いろんな記事を読んだ結果、そういう結論に私の中では至りました。じゃあ睡眠と
感染のところに関わることなんですけど、リスに感染させていっぱい寝かした、普通に寝かしたウサギ動物たちと、もう寝かせなかった動物たちを比較しましたと、体の中の免疫機能が高まりやすくなりますので、少しこう自分の生活リズムを見直してもらえるいい機会かなと思いますので、じゃあ免疫が自分がこう高いのか低いのかっていうのが、さっき言った6時間から8時間の睡眠をある程度続けていけば、なのでその状態で体の変化が出てるときは免疫機能がしっかり働いてくれて、体の中を正常な状態に持ってってくれてると。